5月7日、砥部町上原町の砥部動物園で、第29回砥部動物園写生大会が開かれました。この日は開園前から受付が行われ、多くの来場者が参加しました。参加した皆さんは、それぞれが決めた動物の前で、仕草や特徴をよく観察し、丁寧に絵を描いていました。日頃学校で、あるいは幼稚園などで絵を描いている子たちなんですが、その場を離れて、こういうところで、それぞれ自分の描きたいもの、狙いに合わせた絵を描くっていう機会を作っています。特に動物描くっていうことはなかなか今の学校では難しい面があるので、実際生きた動物を見て、その中から自分で形を起こして、自分の感性が十分こう発揮できるような場になっているんじゃないかなと思っています。今日おそらく子どもたちだけでも1500人を超えるぐらいの人が来てくれてるんじゃないかと思うんですけど、いろいろ学校で習ったことなどを十分応用している子たちもいますし、また普段使っていない道具とか材料を使って描いている子たちもいます。それぞれ伸び伸びと描いてくれているので、非常にこう見てて楽しい絵が多くできています。何の絵を描いたんですか？蝶。上手に描けましたか？はい。何の絵を描いたんですか？ペンギンです。上手に描けましたか？はい。何の絵を描いたんですか？ペンギン。上手に描けましたか？はい。どんなところが上手に描けましたか？顔。ペンギンの形かな。頑張って描いたところ、ペンギンの形。何の絵を描きましたか？白クマ。白クマピース。頑張って描いたところを教えてください。色。この写生大会で描かれた作品は、今後審査が行われ、愛媛新聞で入賞作品が発表されます。また、ご覧の日程で表彰式と展示が行われます。